こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流してもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。晴天をつけ第22話補足企画、10分でわかる万博におけるフランスと日本の関係についてお話したいと思います。あの、うん、秋田家ってめちゃめちゃ立派ですよね、はい、そうでしょ。秋田家あの時にね13歳と言われてるんですから、いかにいいとこの子で家柄があって自覚があったにしても、非常に秋田家が堂々としてたっていうのは素晴らしいことだと思います。一方では慶喜はフランスの軍服をそのナポレオン3世にもらって着てましたよね。あれも慶喜は非常に気に入って彼の中の勝負服になったわけです。ですから鳥羽伏見の戦いから江戸に戻ってきた時に和宮にそのまんま勝負服で会おうとしたら、さすがの和宮がそんな服じゃ合わないって言って普通の服に着替えたらしいんですけど、それぐらい慶喜はちょんまげ言いながらでもフランスの軍服がお気に入りだった。まあつまりフランスと日本の関係、この場合は幕府を中心にした話ですけど、ものすごく良好だったっていうことを表していますね。でその中で万博が行われたという形になるわけです。あの薩摩と幕府が同等なんですか、うん、そうそうそう。だから今回の22話ではその万博に薩摩が先回りをしていて琉球の名前で出展をしていた。ですから日本として出しているものに対して琉球として出している。でもその実は薩摩の島津家のそのいわゆる旗を出したりいろんなことをしていることによって日本が2つあるように見せたばかりか、モンブランっていうその責任者の人がいろいろ気遣って新聞とかに、実は幕府というのは一つの大名のちょっと大きめの大名に過ぎない、薩摩だってそれは同じだと、日本は当時のドイツみたいに連邦国家だったんだっていう風に言ったことによって田辺太一が怒って、田辺太一、まあ、この人も非常にまあやつかずとも言うんですけど、その派手な人間で豪快に怒ってましたけれども、伝慶と言われてまあその親しまれた人ですが、それもうまくいかず両方ともなんか政府であるかのように語られちゃったわけですよね。で晴天をつけだけ見るとなんだよ幕府に対して薩摩はそんなことしちゃってっていうんですが、実は幕府側も似たようなことをやっていた、だから言いにくかったっていうのがここの補足動画の最大のポイントになります。実はお気づきだと思いますが、秋田家は殿下皇太子と呼ばれてるんですね。それは将軍である慶喜の弟で次の将軍なんだっていう体でその施設として送られているわけです。そうしないと向こうの皇帝なんかにお会いすることはできないわけです。ただのメッセンジャーや使いじゃダメですよね。王様の皇太子が来たという体になっているわけです。つまり将軍が王という設定をフランス政府側が今回飲んでくれているということになりますね。ところがじゃあ天皇陛下はどうなってるんだよと、もちろん一般の人にそこら辺の事情を言ってもわからないでしょうけれども、フランスの政府の幹部は当然知っているわけです。仕組みはにもかかわらず、フランス政府側が秋田家を高く見せようという幕府の考え方に乗っかってくれるわけです。まあ外国ではタイ君って言うんですけども、タイ君のいわゆる弟、それがタイ君が陛下で皇太子だから殿下なんだという形にしたわけですね。ですから栄一たちは民部公子と秋田家を呼ぶんですが、民部というのは民部大夫という朝廷での秋田家の役職なんですけれども、公子っていうのはプリンスという意味なんですね。ですからプリンスということは王子ですよね。ですからそういうような設定で飲んでもらってたわけです。薩摩はそこまで知ってて幕府は大したことないよって言っちゃった。じゃあ幕府の方でおかしいだろうと言っても、最終的にもし薩摩がじゃあ天皇陛下のことや朝廷のことはどうやってるんですかって言われた時に偶の音も出ないわけです。なので薩摩の方が一枚今回は上手だったと、賢かったと。でも一方で薩摩の問題は大君以外を日本政府と認めない、琉球この場合薩摩も含めてですが、それは別の団体として万博出品を認めるというふうにはっきり言ってくれたのはナポレオン3世その人なんです。つまりナポレオン3世は子供なのに立派な秋田家を見て非常に感銘を受けたと言われています。なので秋田家を気に入ってくれて秋田家の肩を持ってくれたわけですね。それによって幕府が秋田家を高く見せようとしていたことがわかるということがうまくいくわけです。
で、日本は鎖国をしていたわけですけれども、ヨーロッパでも18世紀ぐらいまでは結構中国や日本の陶磁器なんかはそのヨーロッパよりも進んでいて、結構一目置いてる人も多かったらしいんです。ところがこの19世紀後半になっちゃうと、産業革命はあった、資本主義はあった、軍事力科学力とも大きな差が出てきちゃった。そういうことによってですね、本当のこと言うとアジアの人々っていうものは結構下に見られていた面があったわけです。で、幕府もそれが分かっていたので、そこをなんとかその高く見せられるように工夫をしたということですね。他方、青天を衝けでも分かる通り、ついてきたよく分からない武士の人たちは、日本のやり方があるとか、いやーもうその徳川家なんか何百年続いてんだとか、いろんなことを言っちゃってですね、フランス側がどういう配慮をして、幕府側がこう見られてるのをあえてこういう風な形で下駄履いてるっていうことを知らないでやっちゃってるわけです。ですから、いろんな意味でですね、上の人の苦労を下は知らずみたいなことがいろいろ起こってくることになります。で、いろいろと万博も盛り上がったわけですけれども、なんだかんだ言って、さっき言ったように小栗浩介之助が計画した日本の借款、国債600万ドルにわたるものは大失敗をして、結局そのお金はその政府から借りられなくなっちゃったということになるわけですが、一方ではですね、そのパリ万博っていうのはものすごい規模だったこともありまして、日本コーナーってどれぐらい儲かったと思います？1億ぐらいですかね。すごいね、1億って1億円でしょ。さすが。実は普通ありえないんですが、なんと大当たりして65,000フラン、今で2億円ぐらい儲かったんですよ。何して受けたのっていうと、芸者さんとかそれに伴う芸をやる人とかいろんな人連れてって、そのお茶やお酒を出して売ったんですね。これがどっかんどっかん当たって何億円も儲かっちゃった。一方では、まあ、ですからそれでもいろいろお金が足りなかったとかなんだとかいろんなことがあるんですけれども、まあとはいえですね、パリ万博が成功にうまく丸く収まれたのも、意外にフランス政府が友好的だったり、もしくはフランスっていうのがこの時非常にですねうまくいっていた時期だったことが大きいと思います。これはナポレオン3世の政治がこの時点では非常に安定していたことを表すわけです。で、じゃあナポレオン3世って人はどういうことをやってどういう人だったんですかっていうことも補足企画でお話しておきたいと思いますので、こちらの方もまたいずれアップさせていただきたいと思います。今回は薩摩がなんか大きく出たんだよだけではなくて、実は幕府も日本がやっぱりあまり民衆に重要視されてない中、格上に見せたくていろいろな工夫をし、フランス政府がそれに乗っかってくれていた、最後はそれらの最低までしてくれたナポレオン3世が、ありがたいことですよね。そういうようなフランスの恩義が当時あったということがポイントとしてご理解いただければと思います。今回の動画は以上になります。また、補足動画でお会いできればと思います。気に入っていただいた方はチャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バッハハーイ。